今回はまず天気を表す言葉から覚えましょう。天気のことを表す言葉として4つの言葉がよく使われます。天気、天候、気候、気象です。簡単に言うと、天気は1時間から数日くらいの空模様、天候はそれより少し長い期間、数日から数ヶ月程度の空模様、気候はさらに長く、1年単位で見た天気の移り変わりのまとめ。気象は雨や風、雪など天気の自然現象のことを言います。ふむふむ、覚えておこうっと。今世界で問題になっている天気があります。異常気象と呼ばれるものです。それまで経験したことがないような極端な現象で、何時間も続く大雨や強風、極端な冷夏、暖冬などが含まれます。ここ数年、7月から10月頃にかけて、梅雨や台風による大雨、暴風などによる災害が毎年のように起きています。また冬に気温が下がらない暖冬の影響で、年々雪が降る量が減っています。その影響で真冬でもオープンできないスキー場も出てきているんです。大変だ。地球の平均気温の推移を見てみると、年々上がり続けていることがわかります。地球全体が暖かくなってきているんです。異常気象の原因はいくつかあると考えられていますが、その一つが地球全体で起きている気候変動です。地球上の白い部分は北極の氷です。40年間夏の様子を記録したものを早送りで見てみましょう。年々小さくなっているのがわかります。これまでは硬くて厚い氷に覆われ船が通れなかったのですが、気候変動で氷が溶け、今では年間130隻以上の船が行き交う船の通り道、北極海航路と呼ばれています。他のルートに比べ、北極を通った方が物が早く届けられるようになりました。へえ、近道ができたんだね。北極海航路をやっぱり利用しますと、航海日数がすごく短縮できるんですね。で、そうすると使う燃料の方もかなり減らすことができますので、船を運航している会社さん、こちらの方がコストメリットが出るということで、それで徐々に増えてきているというようなことになるかと思います。燃料も少なくて済むし、その分安くなるってわけね。でもこれっていいことなんでしょうか。北極海航路を通れるようになって、そういったいろんなメリットは出てるんですけれども、北極海の航路を走れるようになった理由っていうものをもう一度考えていただきたいと思いますね。何が原因なのかというようなところだと思います。北極海を通れるようになったのは気候変動が影響していると考えられています。そっか、地球の気候がおかしくなって氷が溶けちゃったんだ。でもさ、気候変動って人間のせいなの？地球大きいんだからさ、北極の氷が勝手に溶けた可能性だってあるやんに。確かに気候変動の理由には自然発生という部分もあると考えられています。火山の噴火や海の変動、太陽活動の変化などが原因とされています。しかし近年の気候変動はやはり人間によるものという見方が強いようです。石油や石炭などを大量に出し、二酸化炭素を増やしてしまったことで起きている地球温暖化、これが北極の氷を溶かしたり異常気象に大きく関係していると考えられているんです。なるほどな。人間が便利になればなるほど地球に悪い影響が出てから、それが気候変動とか異常気象につながってるのかもね。でも遠い北極のことだからさ、関係ないような気もするけど。
でも空ってつながってるからウイたちにも関係があるんじゃないかな。もし異常気象が続いて寒い地域で取れるサーモンが取れなくなったりしたら、ウイが大好きなサーモンのお寿司が食べられなくなるかもしれないんだよ。そうなったらどうしてくれるわけ？ああもう分かったって。サーモンが好きかどうかはさておき、自分たちにも関係のあることなんだなって気づけたよ。そんなに怒ることないやし。でももしみんなが人ごとだって考えて、このあと何年もこのままだったら地球とか未来の天気はどうなっちまうんだろうね。心配だなー。